私にあてがわれた部屋、または牢獄。ハミルトン大尉、私を閉じ込めた基地司令官の副官にしては話のできる男だ。カメラも彼が取り返してくれた。叔父が軍人でなかったら私のような職業に就きたかったと言って。たった今あなたを閉じ込めてた理由がなくなったよ。え？ユークトバニアが宣戦布告した。宣戦同時攻撃だ。セントヒューレット軍港が空襲を受けている。彼らは3機しかいない。ユークトバニア航空部隊による奇襲攻撃を受けているとセントヒューレット軍港から入電があった。現在港全体は極度の混乱状態にある。港にはオーシア第三艦隊の艦船が停泊中であり、敵の攻撃にさらされている。セントヒューレット軍港に急行し、艦船の湾外への脱出を支援せよ。なお第三艦隊の中核をなす空母ケストレルだけは必ず守り抜け。私は後ろにつく。救助すべきは、前の救援が爆発した。
ヤバいもんを見ちまった。あの鉄器が墜落して炎で海を埋める前、あそこに浮いてたのは、あれは人間の顔だったんじゃないか。あんなにたくさんの、やめてくれ、もうこんなのたくさんだ。きっとあれを見たな。そうか、ならいいんだ。湾を出られたからといって抜かるなよ。空母が外界に出る。頼むぜ誰かよ、あいつを無事に逃がしちゃってくれ。こちらは空母ケストレル艦長、無事に脱出に成功した各艦おめでとう。これより召喚が指揮を取り、前方に敵艦隊の封鎖線がある。これを突破し、安全な海域へ脱出しよう。諸君の検討員の上空を頂き、援護を頼む。ブレイズ、こちらサンダーヘッド。作戦内容は明らかか？了解、直ちに行動に移れ。封鎖線までの距離を確認、4マイル。11時方向、距離200メートル。
先生を。突破しやがった。ヘビーなサーフボードだぜ。ところでキッド、隊長になった気分はいいもんか。そうか、それなら心強い。こちらは空母ケストレル艦長、本艦隊は安全な海域の脱出に成功した。海、そして空の勇士たちに感謝する。隊長、バートレット大尉がサンド島に帰ることは二度となかった。空母ケストレルは敵封鎖線の突破に成功した。第三艦隊は少なからざる損害を受けたものの、最悪の事態は避けることができた。